はい、じゃあそしたら、今日から中学校2年生の新しく習っていく文法を一緒に勉強していきましょう。今回は、B 動詞の過去形ということで、1年生の後半のところから過去形っていうのを勉強してきました。ED をつけたら過去形、動詞には形が全く変わるものがあるよ。例えば GO の過去形は WENT、 C の過去形はそうみたいに、2パターンの動詞の変わり方がありましたね。今回は一般動詞っていうものの過去形ではなくて、am, is, are、 つまり be 動詞を過去形にするとどうなるのっていう話が中心です。なのでまずは、be 動詞ってどういう変わり方をしてきてたのかっていうところのおさらいからやっていこうと思います。さあ、まずみんなのテキストのところでは一番最初に表があると思います。そこの確認を今からしていこうと思うんですけど、ちょっと赤ペンだけ用意してもらってね、一緒に作業しながら、見ていきましょう。はい、まず上の段見てみると、原形、現在形、過去形、あとは過去分詞みたいに書いてるんですが、今回は過去分詞っていうのは3年生でやるので無視してもらって構いません。今回まず見ていきたいのはこの現在形と言われるやつです。はい、まず、四角で囲ってみてください。am, is、 この2つ。はい、そして色変えましょうか。はい、are。 はい、この2パターンにちょっと変えてもらって、今色分けしたものが何なのかは後で説明します。さあ、そもそもということで、am, is, are、 こいつら3つまとめて B 動詞って話をしてたんだけど、なんで B 動詞っていうのっていう疑問って湧きませんでした？1年生の頃。実はこの現在形っていうのが元の形ではなくって、この am, is, are っていうのも実はある一つのものから変化したものなんです。その元になるものということで、3色使いますが別に、色分けしなくても構いません。原形 B チェック入れてください。はい、何にも形が変わってないこの原形と言われる形になると B だから、 am, is, are は元を正せば B から来てるので B 動詞っていう風に言われるんです。 OK ですか？はい、今回は、その1年生の時に使った B 動詞 am, is, are を過去形にするとどうなるのっていう話です。はい、行きましょう。am, is っていうのと are、 この2種類で実は過去形が変わってきます。はい、am, is を使ってた文は過去形にすると四角で囲ってください。 was です。はい、 are はどうなるのっていうと were、 where じゃないです、 were。 読み方が怪しいなっていう人はちゃんと書いておきましょう。 were、 were になっちゃってね。はい、 were です。 were。はい、上の方は was です。はい、am, is を使ってた場合は was、 are の時は were。 なので I am って言ってたやつは I was に変わります。 You are って言ってたやつは You were に変わります。今まで使ってた B 動詞何だったのかなって考えてから過去形に直す練習をすると、初めのうちはスムーズにいくと思いますので、You are、He is、 I am、B 動詞過去形にすると I was、 He was、 You were みたいにね、やってくれればいいと思います。さあ、今回はそのポイント、一つ形を覚えてもらうこと、これが一つ目です。そして二つ目はっていうと、この B 動詞使った時の意味です。はい、どういう風に意味がされてたかっていうと、一つ目はいいと思います。私は何々ですみたいに、何々ですっていうのが一つ目。はい、この2年生になってくると大事になってくるのが、これ星マークつけといてください、2番目と3番目の意味です。どこどこにいるとかある、そして何々になるっていう意味、この2つの意味を中心に、あ、この言葉が来たら B 動詞使うんだなっていうふうに押さえておいてください。 OK ですか？はい、じゃあそうしたら、今から、
右側の練習問題1番から5番目までと、そして6番目から9番目までという形で、英作文の方をやってもらい、解説の方をしていこうと思います。